フルトンストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND クロスタウン線の駅で、ラファイエットアベニューのサウスポートランドアベニュー、フルトンストリート間にある。終日 g 系統が停車する。フルトンストリート駅は1937年7月1日に、開業した、相対式ホーム2面2線の地下駅で、クロスタウン線のナッソーアベニュー駅ホイと、スカーマーホーンストリート駅間延伸に合わせて、 開業した。ホームの壁面には、能力色で縁取りしたライムグリーンの帯が水平に引かれており、ライムグリーンで縁取りした能力色の地に、白の3セリフ体でフルトン ST とレタリングした駅名標が取り付けられている。また、ライムグリーンの帯に沿って、等間隔で白でフルトンとレタリングした小さな黒い駅名標が設けられ、同じ作りの方向案内が、 駅名標のもとに取り付けられている。ホームには青い愛い傾向の柱が等間隔で並び、一本置きに黒地に白でレタリングしたニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が取り付けられている。駅は IND フルトンストリート線ラファイエットアベニュー駅のすぐ近くにあり、両駅を結ぶ従業員専用通路もある。駅はホーム全長にわたって改札外を設置しているが、 ほとんどの部分は使用されていない。北端に改札があり、サウスポートランドアベニュー、ラファイエットアベニュー交差点に出る。また、南広報ームには、フルトンストリート、ラファイエットアベニュー交差点に出ることができる改札がある。駅名表、ありがとうございます。